安倍元首相がですね、これは鳩山内閣、鳩山政権を批判したい暴走内閣を阻止せよという読み物の中で、安倍さんがこのようにおっしゃってて、子ども手当によって民主党が目指しているのは財政を破綻することだけではなく、子育てを家族から奪い取り、国家や社会が行う子育ての国家化、社会化です。これは実際にポルポトやスターリンが行おうとしたことですとか、まあこういう方が、よう総理やってはったなって、まあ、そういう状況が、この流れを食い止めてきたのではないかということで、子ども真ん中社会の最大の漆黒妨げというのが、このような勘違いしたおっさんのど真ん中政治、ど真ん中国会というものではないかなっていうふうに思うんですね。で